はい、皆さんこんにちは、マンダレゲルビーチです。では今回は提督の決断3パップキット PC 版レイテオ機械戦シナリオの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、フィリピンへのアメリカ軍の第2波攻撃、これを受けたので基地航空隊と機動部隊2個艦隊を導入して迎撃に当たりました。でさらにですね、動画の中ではカットをしたんですけども、戦艦の艦隊もやってきていて、3隻を撃沈、3隻を中大破ということで、アメリカ軍のね、第2波を撃退したというところになります。で今回はその続きになるんですけども、アメリカ軍の艦隊にダメージを与えていますので、さすがのアメリカ軍も大規模な作戦はすぐに取れないだろうというふうに考えて、喉から手が出るほど欲しい鉄資源を求めてですね、インド、カルカッタ、インパール、この辺りの攻略を行っていきたいというふうに思っています。では早速続き始めていきます。ラングーン、マンダレーからですね、カルカッタに上陸してインパール、ここを取りに行きたいというふうに思っています。で艦隊の方なんですが、まずですね、いくつか考えておかなきゃいけないことがあって、機動部隊は第6艦隊と第10艦隊なんですけども、これいずれもすぐに動かせる状況ではないので、今回はですね、新しく作ってあるこの第4輸送艦隊、ここに陸戦隊乗ってますので、この陸戦隊をですね、一度動かしておいて、ラングーンに入れた後カルカッタに強襲上陸を上げる。ただしその時ですね、カルカッタには敵の守備隊、もちろん航空隊も含めて、マンダレー、ラングーン、この両基地航空隊で壊滅させておくという前提になります。全滅させたカルカッタ基地に駆逐艦が突撃して陸戦隊を下ろすという作戦です。では時間を進めていきましょう。はい、先にインパールが攻略できましたね。インパールからはマンダレーから陸戦隊を出していましたので、まあインパール作戦はね、南に降りていく作戦でしたけども、今回は北上する形で、まあある意味インパール作戦がね、成功したという状態です。そしたらインパールの先をちょっと考えましょう。まず地図を確認して、陸路でインパールまで行けるところを狙っていくというのと、カルカッタには強襲上陸をかけたいので、そうなると昆明、成都、重慶、このあたりの戦闘になりますかね。インパールに関してはまず、じゃあ最前線ではないバンコクとかそういうところから司令官を任命していきましょう。司令官はまあもちろん今暇そうにしてる予備役入りしてる人が一番いいんですが、陸戦が強い人という条件もつけたいので、吟味しましょう。陸戦が強くて予備役している原さん、安倍さん、三河さん。三河さんにじゃあお願いしますか、今回は。全く関係のない海軍出身者がつくような基地ではないと思うんですけども、まあ、ここをね、担当してもらいます。で、基地は5名。ここの攻略。では、これでまた時間を進めていきます。はい、では基地航空隊によるね、カルカッタ攻撃続いています。ここからはお任せにして一気に壊滅させていきましょう。残りの守備隊の数が39。要塞度はすでに破壊済みです。なので、ラングーン、マンダレーからね、交互に基地航空隊を飛ばします。インパールの航空隊は今構築中です。なので、インパールもね、基地航空隊の配備、整備、進んだらですね、インパール、マンダレー、ラングーンから、カルカッタ、昆明、この辺りに向けてね、爆撃を繰り返して、しっかりとした作戦をね、進めていきたいです。当面の間はカルカッタと昆明、ここの攻略を行っていきます。では、ラングーンに入ったですね、突撃する駆逐艦。これをカルカッタに向けて出撃させていきます。カルカッタの方には、今ですね、スパイを入れていて、残りの陸戦隊が10。
要塞は完全に破壊してあります。なのでこのままカルカッタにね、駆逐艦、陸戦隊を乗せた駆逐艦を突入させて、カルカッタを一気に、占領させていければいいかなというふうに思っています。まあ、続けて、まあ、ラングーン、マンダレー、インパールから、カルカッタへのね、攻撃、空撃、空爆、これは継続を行っていきます。まあ、しっかりとね、カルカッタの守備隊をゼロにしておけば、上陸すぐ占領ということも可能になるので、残りの守備隊の数もね、削っておければいいかなというふうに思っています。なので爆撃は継続して、駆逐艦を突入、カルカッタを占領、その後は昆明、生徒、重慶、この3つを攻略して鉄資源の確保に。でトラック、ラマウル、特にラマウルがですね、まあ、はっきり言って陥落寸前という状態です。守備隊がゼロで、戦車が20で、物資、石油、湾口施設、飛行場、飛行機、もう壊滅状態になっているので、このラバールをね、救うためにも美薬、ウェバクの攻略を、できるだけね、早く行っていきたいなというふうに思っています。まあ、そのためにもこのカルカッタの上陸戦と、昆明、重慶、そして生徒の制圧戦、占領戦、これをね、計画的に効率よくスピーディーにこなしていきたいと思います。まあ、ラングーンから出たですね、この井上さんが艦隊の司令官してもらっている突撃の駆逐艦なんですけども、これは高速で33ノットで突入できるので、まあ今19日ですけども、19日中に早ければ突入、遅くても20日にはカルカッタに上陸できると思うので、それまでにね、できれば守備隊をゼロにしときたいですね。では時間を進めていきます。はい、カルカッタの攻略、上陸戦うまくいきました。これでカルカッタ、インパールがね、帝国のものになりましたので、先ほどご説明した通りですね、この後は昆明、重慶、成都、この3つの都市を制圧、占領して鉄資源を確保すると。その後、今ね、ラバウル、トラックが危ない状態なので、この3つ、この2つの基地を救うためにウェーバク、そしてビアクと攻略を進めていきます。ちなみにですね、ウェーキーも危ないですね。物資が欠乏状態になってますので、この物資の補充を行いつつですね、まあ、なんとかしてウェーキーを守る、トラックを守る、ラバウルを守る、まあ、いずれも最前線ですね、これを行っていきたいと思います。では今回はここまでさせていただいて、次回この続きをまたプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。